横浜関邸病の正面横浜関邸病は神奈川県横浜市中区の横浜中華街にある官邸病。官邸を祀っており、主に商売人の守り神として数形を集めている。1859年に横浜が開港して外国人が居留地の館内に住むようになると主に商人や職人として来日した中国人により徐々に中華街が形成された。 1862年には、関西邸君の木像を祀る小さな祠が中華街に建立された。1871年には、関東地方の家境たちの寄付により、本格的な官邸廟が建設されて、1886年に拡張、1891年には改築が行われた。初代の官邸廟は1923年の関東大震災で倒壊した。 間もなく二代目の鑑定病が再建されたが、第二次世界大戦末期の1945年6月に空襲で消失し、次に建設された三代目の病も1986年に原因不明の火災で失われた。現在の鑑定病の建物は、1990年8月14日に開け病式が行われた四代目ものである。 廟内の鑑定像を横浜関邸廟の建築資材は、ほとんどが中国から取り寄せられ、中華民国、中華人民共和国出身の大工が建築を行った。例えば廟の両側にある大きな石は、北京から輸入された雲龍石で、老門の竜の屋根瓦は、台湾で作られて、横浜へ運ばれた。同石邸廟は、横浜麻生廟と共に、 中国道教建築の域であり、両廟は、華教キリスト教会とともに、中華系の人々の心の寄り所になっている。また、初期に、館内にあって、関東大震災後に山手に引っ越した、キリスト教会とともに、明治期の在日外国人の信仰の中心になっていた。横浜関定廟では、次のような年中行事が行われている。こうした年中行事以外に、 大きな線香を挙げて参拝する人々の姿が常に見られる。占いには道教のくじによるものとポエによるものが行われている。ありがとうございます。